こんにちは、速稼塾の久保です。会いたい人になれっていうメッセージがね、速稼塾の中ありますけども、そう、誰かにとって会いたい人になっていくってこと、そのスタートラインはやっぱりこうやってね、発信していくことだと思うんですよね。きっとその中で、発信する中で気が合う人っていうのが出てくると思うんですよ。で、基本的にですね、こういった私の動画もそうですけど、私の動画を繰り返し見てる人って、見るたんびに不快になってたら多分ね、とっくに見てないと思うんですよ。見るたんびに何かしら気づきがあったり発見があったり、次も見てみようかなって思ってくださるんで、動画更新をね、楽しみにしてくださって、チャンネル登録をしてくださったりとか、ベルマークを押してくださったりとかね、時には私の動画を過去にまで遡って見てくださってると思うんですよね。まあ、ですんで気が合わないわけはないですよね、そういう方と一緒になって。だから、そのお互いに会いたいなって気持ちにはなると思いますし、実際私はね、Zoom を通じて、そして一昨年かまでは実際に47都道府県、時には海外まで行って視聴者さんに会いに行くっていう旅をずっと続けていたんですよね。最初は広島市内でやっていた時は、私のね、動画を見てるくださる方っていうのは主に広島市内の方だったんで、事務所にお招きはしていたんですけども、今はね、47都道府県、それから海外の方も見てらっしゃるんで、本当にですね、会えるもんなら会いたいなってことでツアーを組んだりしました。花龍馬さんも今回ね、会いたい人が増えてきたって、そのタイミングはまさに私が動画放送した、そして1年2年経った時と同じようなタイミングだったんじゃないかなと思うんですよ。そしてですね、自分が見てくださってる視聴者様に愛に足る力量を持った人材になっていれば、きっと次も会いたいと思ってくださると思いますし、まあ、いい関係がそこからね、生まれてくると思うんですよ。不思議ですよね。でもリアルに会ってる人との関係っていうのはなかなか縮まないのに、YouTube を通じて知り合った人の関係ってどんどん縮んでいくんですよね。昔私はね、文通をしていたことがありまして、それこそ日本全国各地に文通相手がいたんですよね。もちろん私20代の頃、20代ぐらい、そして10代ぐらいの、まあ、女の子とこう文通でやり取りしてたんですけども、やっぱね、それもね、会ってみたいなとお互い思うからこそ、手紙を書いたりとか、手紙の中に写真を添えたりするんだろうなと思いましたね。今頃あの頃の皆さんどうしてるのかな、まあ、年齢的にも結構ね、思うところがあるし、やっぱりどこまで AI が進んでも、どこまでロボットが進んでも、人っていうのは気になりますね。最後まで自分以外の人が何をしているのかな、どこへ向かおうとしているのかな、どういうふうになっていくのかなってことは、本当に人っていうのは人に対してものすごく興味が尽きないんだなと思います。まあね、なんかその人間嫌い、人間不信という人もいるんですけども、結局は人間に深入りしたからそういう面を持ってると思って、誰よりも人間不信とか人間嫌いっていうのは人間にこだわってるってことの裏返しなのかもしれないなと思いますね。強く意識してさえいなければ人間嫌いにはなりませんし、人間不信もならないですから、何だったんでしょうね。よくね、人は信じられないって言うけど、これはね、本当に人を信用できないっていうふうなご相談もいただくんですけども、あなたは誰かから見て信頼に足る人なんでしょうかっていうことをね、聞くこともあるんですよ。もちろん関係が深まってからですよ。そしたらまずはね、そこに大事なヒントがあるってことなんですよ。自分が人のことを好きだ嫌いだ言う前に、自分はどういうふうに思われてるのかなって、自分の世界のことをまず整理していかないと、それはね、やっぱりこう、人にはいろんな側面があるから、タイミングもあるんで、嫌な面がたまたま見えちゃったら、この人は信用できない、嫌いだってなっちゃうかもしれないけども、じゃあ一人の人を完全に嫌うことってできるのかなって、どっかに共通点があったり、どっかに同情する余地があったりとか、どっかにね、美しいところあると思うんですよ。だからどの角度からその人を見るかなってことだと思います。きっとですね、そのモテる秘訣っていうのも、どこを見せるかなっていうことと、どの部分をどのタイミングで見せるかなっていうふうな、まあ、いわゆるテクニックっていうのはそういうことなんだろうなと思いますよね。ということで、今回はちょっとモテるモテないにはならなかったかもしれませんけども、最後にね、ちょっとだけお話ししました。モテる秘訣っていうのは、どこを見せてどこを見せないのか、そして見せないところはどのタイミングで見せるのかってことですよね。だからこういう言葉って聞くんですよ、枕言葉で。実はねって言った後って本音が出てるんですよ。だから信頼してくださった方っていうのは、必ず実はっていう前置詞が入る言葉が出てくるんですよね。ですんでね、今日も実は久保さんっていう枕言葉とともにメールが来ることをお待ちしております。それでは、いってらっしゃい。